1号艇浅見正勝選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。予選トップ通過から優勝戦1号艇となりましたが、はい、まずは現段階の船橋の評価から伺えますか。そうですね、一節気温が随分変わったんですけども、はい、結局ひとたたきもせずここまで来まして、はい、で順位がなんか展示タイムとかすごい出てたんで、はい、今日の気温ぐらいがやっぱり一番合ってたのかなっていう感じはしました。はい、乗り心地の面とか雪感いかがなんでしょうか。ちょっとね、1マークの初動の位置だけちょっとターンマークとの距離感が合ってなくてですね、はい、ちょっとレース感だけちょっとずれてるところあるんですけども、はい、他のマークは綺麗に回れてるんで大丈夫だと思います。はいはい、それいい状態だとも現状気になるところは気にしないでいいですね。はい、明日優勝戦日当日の作業は何かイメージありますか。いや、作業はいつも通り淡々と、はい、エンジン組むっていうか装着するだけですね。はい、明日は1号艇です。スタートの見え方今節いかがですか。ずっと控えてはいたんですけども集中していけてるんで、まあまあだとは思います。はい、改めてなんですが大村の相性はどのようにお感じでしょう。記憶が正しければまだ優勝はしたことないんですけども、はい、いつも結構成績はそこそこだと思うんで、はい、嫌いな水面ではないです。わかりました。それでは最後にファンの皆様へメッセージをお願いいたします。はい、去年1回も優勝できなかったんでちょっと不本意な年だったんですけども、今年はいい年だと思いますので優勝できるように頑張ります。応援のほどよろしくお願いいたします。